かなかうまくいかないですよね。ここまで予選は3戦戦ってきていますが、朝倉は2着、3着、3着という結果、やっぱり数字持ってないとね、やっぱりいろいろ条件がもうね、ついちゃうんで、厳しいですよね。なるほど。持ってればね、この曲は参加しなくていいやとかね、そういうのがいっぱい増えるんだけどね。選べますもんね。今日じゃないや、今はやめとこうとか。はいはい。そういう意味では第6戦の佐々木プロもかなり大きく点数を持って、残りのこう5分切ったあたりからそういったこういろんな選択肢を持って戦ってるなというか。そうですよね。その前に急走打っちゃってしょうがないですよね。普通打たないもんですけどね。あやっちゃいました。ションパイの急走ありましたね。はいはい、やっちゃいましたね。お、これは一気にいきますね。ピンズの方に向かっていきます。朝倉はソーズ、どちらが早いか。魚谷にソーズが集まっているところありますが、いやこれ久里にとっては大チャンスですよね。2人ともピンズいらなさそうなんですね、はい、もう見て分かりますもんね。当然自身が集めているピンズは安いと、もうチーピンとかはちょっとネックになってるんですけどね、はい、もう表示早く見えて3枚見えてるんで、パーピン使いづらいですよね。資源の無駄遣いすんなよみたいな感じで思って。資源の無駄遣いですか。いやただ進まないですね。久里のところにはピンズが来ない、そして朝倉のところにはソーズが来ない。まあいいピンローピンとかね、なんとでもなりそうですけどね。あーピンチートイッツもある。うん、チートイツのテンパに取りました。この9ピンを2人ともね、もう闇転してる限りは止めようがないというか、はい、まだどうなんていうかペーガーに1枚飛び、はい、ウーピンが2枚出てますからね。ここは少し証拠を入れてパーピンを切っていきました。ただこのドラが出てきたことで、あーっとラスハイのペー上がり逃しの形になった久里。ヤングピンペーで、そして大谷からヤングパーソーのメンホンリーチ、怖いですね。ハスタンに変える。一発ツモだ、リーチ一発ツモ、メンホン何もありますが、これは6戦オールということになりました。6戦オールは7戦オール。いやー、久々痛いな。上がり逃しからの一発つもを許すという展開。ヤーピンペはね、やっぱりペが1枚でウーピンが2枚でしたからね。